レベリオン。サイの骸骨だ。こっちで良さそうだね。レベリオン。レベリオン。アップルパフ製の少女が1421年に言った言葉を忘れるの。素敵な石ね。噴水があった。近づいてる。ダイダラスの鍵が戻ってきたよ。すごくない？ねえ、どうかしたの？うん、私はネリー。ごめんね、ダイダロスの鍵が戻ってきたことでちょっと興奮してて。何の鍵？ダイダロスの鍵よ。あなたも飛んでるのを見たでしょ。何年も前に元校長のモール先生が鍵付き棚の中身を守るために魔法をかけたって言われてる。校長が鍵の魔法を解くのを面倒がってるから数年ごとに現れるんだよ。捕獲に挑戦してみたら？なんでそんなことを？それぞれの鍵が城にある棚へと導いてくれるよ。簡単じゃないけど、鍵を棚の鍵穴に入れることができたら報酬が見つかるかもしれないよ。挑戦しようかな。そうして。そうだ、天文台の塔で鍵の音を聞いた気がするから耳を澄ませてみて。せめて何本かは追いかけてほしい。棚を開けられたら神教えてよ。何か入ってたらね。レベリオン。レベリオン。シャープ先生の後ろ。レベリオン。レベリオン。レパーロ。
レベリオ。階段だ。いいね。変身術の時間に居眠りしてさ。出て行きなさい。地図にあった絵画はこれか。宝はどこだろう。ルーモス、アクション、レベリオ。レベリオ、アクション。絵画の中に入り口が隠されてた。アーサーは何か分かったのかな。僕の友達、私は呪いがうまいのよ。何かわかった？やあ、アーサー、地図が絵画に隠された入り口につながってたって話聞きたくない？鋭いね。僕のは船小屋に通じてた。宝を見つけて喜んだのもつかの間、校長が現れてね。追い出されはしたけど、ガリオンを数枚せしめることはできた。君は何を見つけたんだい？歴史家の制服を見つけた。多分本物だよ。おお、それはすごいね。どちらもうまくいったみたいだね。君を誘って正解だった。さて、ホグワーツの次なる謎だ。ウィーズリー先生の部屋をちょっと引っかき回してみない？面白いものが見つかるかも。